柳です。チョコレートシンデ。ヨリダショウです。フランクです。はい、ありがとうございます。ナイス。はい、何でございましょう本日は。はい、今日は組体操を見直さいやいや懐かしいね。いや僕ら結構毎週組体操上げてるんで、日本で唯一の団体です。毎週組体操上げる団体やる。アラサーアラサーですよ。しかもアラサー平日働き日曜日おもろに集まって組体操をする別に見返そうかなと思って、だったらちょっとみんなで見ようかという。まあ歴は長いからね。結構長い期間やってるから、組体操会ではもうベテランの意見に返ってきてるあればね、組体操会がね。なるほど、はい、オーディオコメンタリー的な振り返りをしていこうってことですね。そうなんですよ。なので早速ちょっとどんなあったなっていう今後の組体操のヒントにもなるんじゃないかなということで、はい、振り返っていきたいと思います。行きましょう。では早速いきます。スイッチオン。バベル。バベル、はい、ね、1回目の柳さん編集のやつですね。毎日更新の時のね、あやつ、ね、あこのやつね、覚えてないの名前と。すごい懐かしい。誰が出るの。あ、紹介も考えてもはじめ希望に向かさらせてね。もう一発目ね。一発目もんな、これ一発目です。初めてやったみたいな人。おはようございます。これこの後聞いてください。俺これですよ。今言いました。今言いました。感じましたよ。だから変わらない。落としてからや。いやー、全然いや、何もやねん。ちゃうっすよ、言えないんすよ。終わり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 たみたいな。いやもう、いや言え、しょうが、いや言えへんとかある。言えないっすよ。やるか、やるの。立てへん、言えない。どうもどうもどういう体制か。高山式走行どうになった組み立てはあるか。走行疲れてる。命に関わりない。高山式走行これどんなやつだっけ。ああ、いいやろ。だから我々がやったやつでしょ。何ないのが低いという見た目の。いやーもう走れてるやん。足上がる、足上がる、すり足でしょ。この動きがもう遅い。いや、体型気持ち悪いな。嫌な体型やな。嫌な体型やな。これ足長いわけでもなくできたかのような顔を見てる。新さんかこう、マジわけわからない。カエルの唐揚げみたいな。頑張ってね。どこの部分やってる。はいはい、大した大したかもないね。俺の決めてる。作ってるの。めっちゃ苦しいな。ちょっとずつ歩いていくこれ難しかったな、初めてやったから。いやけどね、これがまさかこんな続くとは思わなかったです。大した達成感もなかったらいいんだから。これはつづらおり。つづらおり、名前かっこいいね。あー、できてるってことな。上のやつやばせたね。えときゃいいのに。ピーこれはどれ。いやーもう無敵やがれ。あーやがやつ、やがやつ。もう見かんないのか。センターが悪いよね。これもうめっちゃ上がる。ユミさんの方見てる。ユミさんの方見てるだけ。俺がコーヒーだったらカメラ位置を全く理解しないの。このドアどこに行った。そう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 リーダー、若き組体操とは。うまいつ。うまいつですよ。どうしたらいいの。バベルピラミッド。さっきのこれ、これどんなやつだっけ、これ。さっきのバベルの三人バージョン。ああ。これ問題作よ。俺覚えてるわ。俺か。俺出てる。私ですわ。いやー。さっきの柳さんの変更で審査。センターが悪いね。会話やからね。もうすでにちょっとなんかロボダンスみたいなんですけど。シーさん何やってんだよ。せっか
組ってこと正面つってるよね。二人がまずの大学生やろ。もう前から来ないよ。俺が上に乗るっつって。一番体調もいい。俺が乗るわって。もうどこに作るのめっちゃアホでしょ。こんな離れるわけない。俺どんな人間やろね。ちょっとやってるよ。いいでしょう。